全線環状の難しさランキング。第8位、相模鉄道、740円で乗り放題、路線数も3路線、駅数も少ないから全駅下車も簡単だぜ。第7位、東急電鉄、路線数こそ多いものの、破格の680円で全線1日乗車券を購入できるぜ。第6位、京王電鉄、900円で1日乗車券が購入できるが、一駅だけの支線などもあるため少々大変だぜ。第5位、西武鉄道、1日乗車券は季節限定かつ一部線区が省かれるので東急沿線からの方が難易度が低いぜ。第4位、小田急電鉄、1日乗車券2000円は高いが、路線数が3路線であることから環状は簡単だぜ。第3位、京急電鉄、2022年より1日乗車券が発売されるようになったので環状は簡単になったぜ。第2位、京成電鉄、季節限定、しかも2000円するがぼったくりも乗れるぜ。第1位、東武鉄道、圧倒的な路線数なのに1日乗車券がないぜ。